最近ね、ハイブの上半期の実績が発表されました。この結果が出るまで多くのハイブの株主はもちろん、多くのハイブのファンたちも緊張してたんですね。それはなぜか、皆さんも知ってるんですよね。BTS が軍隊にいて、団体活動ができなくなってからの初めての実績発表だからなんですね。去年からハイブはいろいろと言われてました。ハイブの売り上げの半分以上は BTS だとか、BTS が軍隊に行ったら、ハイブはあの世に行くとかね、いろいろと煽られてたし、心配もされてました。実際ね、昔はハイブの売り上げの半分以上を BTSが占めてたんで、ハイブの売り上げはすごい BTS に偏っていて危うい状態だったんですね。なんで今回の実績報告書はすごい注目されてました。みんなハイブの現状は大丈夫なのか気になってたからね。皆さんも今のハイブは大丈夫かなって気になりますよね。それでは BTS が活動できなくなったハイブは果たしてやばいのか、それとも大丈夫なのかについて話してみようかなと思います。皆さんに面白い情報を届けるために読んだハイブの実績報告書はこれなんですね。これはハイブの公式の資料なんで、この動画以上に正確に伝えてる動画やニュースはないと言っても過言ではないんですね。何これ、読みたくないって思ったでしょ。大丈夫大丈夫、読んだのは私だから、皆さんは読まなくていい。この中で重要なかつ面白い情報だけを分かりやすくお伝えします。まずハイブって BTS の団体活動ができなくなってヤバくなってるかってことなんですけど、ハイブは BTS の団体活動ができなくなったにもかかわらず、上半期だけで売り上げが約1000億円を超えてるんですね。BTS と TYT が所属してるビッグイットミュージックから約280億円、セブンティーンとプロミスナインが所属してるプレティスから約160億円、ニュージーンズが所属してるアドアから約44億円、レッセラフィームが所属してるソースミュージックから約36億円、ハイブ所属のアイドルたちが日本で活動するためのハイブジャパンから約200億円の売り上げが出てるんですね。つまり BTS が軍隊に行ってもハイブは全然ヤバくなってないということなんですね。ちなみになんですけど、NIPの場合はハイブレベルに所属はしてるけど、ハイブの持ち分が少なくてハイブの支配下にいるアイドルではないんですね。そして純利益で言うと、ビッグイートミュージックで約76億円、プレディスで約27億円、アドアで約12億円、ソースミュージックで約6億円、ハイブジャパンで約25億円の利益が出てます。ヨジャドルが強いって言ってもね、ナムジャドルには勝てないんですね。次はハイブの売り上げがどの国から出てるかってことなんですけど、韓国国内から 36.71%、 アジアから 30.72% なんですけど、そのうち 60% 以上が日本から出てます。私はハイブの関係者ではないんですが、皆さんハイブのこと、 K-POP のこと好きになってくれてありがとうございます。そして北米から 27.84%、 この他の国から 4.7% の利益が出てます。さすがハイブはアメリカで強いんですね。次はハイブがどんなビジネスをしていて、どこからどれぐらいの利益が出てるかってことなんですけど、ハイブは全体の売上の中でアルバム販売から 41.7%、 コンサートやファンミーティングから 17.71%、 広告や出演料から5.62%、 グッズ販売から 17.53%、 コンテンツから 13.38%、 ファンクラブから 4.05% の利益が出てます。ここで、広告とファンクラブの売り上げってこんなに少ないのって思ってる方もいるかもしれないんですけど、これらには制作費用がほぼほぼないんでね、売り上げは少ないけど利益率は高いです。そしてちょっとだけ違う話をすると、ここで注目すべきなのがアルバム販売なんですね。2021年、2022年までは 30% ぐらいだったアルバム販売が、2023年になって急に 41% になってるんですけど、今ね、韓国でこれがすごい話題になってるんですね。この問題についてはもっと詳しく他の動画で説明する予定なんですけど、これガチャじゃねっていうところがあります。買ったことある方は知ってるんですよね。ファンサイン会に参加するためにアルバムを買って、抽選で当たったら参加できたり、フォトカードがランダムに入ってて、欲しいカードを手に入れるためには複数枚のアルバムを買う必要があったりしてるんですね。まあ今回はハイブの実績がメインなんで、この話はまた今度にします。もしこの件について意見がある方はコメント残してくださったらね、次の動画を作るときに参考にさせていただきますんでね、ぜひコメント残してくださいね。次はアーティスト別のアルバム販売量なんですけど、これが面白いんですね。2023年上半期のアルバム販売ランキングトップ10、 10位ジミン161万枚、9位アイブ173万枚、8位エンハイプ175万枚、7位ルステラフィーム187万枚、6位 TWICE 206万枚、5位 New Jeans 207万枚、4位 ESPA 216万枚、3位 Tomorrow by Together 354万枚、2位 Stray Kids 607万枚、1位 Seventeen 887万枚、
再び思うよね。女性アイドルが強いって言っても男性アイドルには勝てないんだよね。ニュージーンズすげえ、エスパすげえ、アイブすげえとか言ってもね、男性アイドルたちは900万枚、600万枚、400万枚売っちゃってるんですね。我々が知らないうちにね。そして今年はストレイキッズが1位になると予測されてたんですけど、今のところセブンティーンが1位なんですね。そしてトップ10のうち6グループが5レベルのアイドルなんですね。この実績をもとに5の売り上げは去年の1年間で1800億円ぐらいだったのが、今年はたったの6ヶ月で1000億円を超えてるんですね。ここまで聞いてどう思ったんですか皆さん。 BTS がいなくなってヤバくなったと思いますか？全くヤバくないところか、むしろもっとうまくいってるんですよね。だってそもそも BTS を作ったのがパンピディなんだ。パンピディがいる限りハイブはくじけない。皆さんはどう思ったんでしょうか？皆さんの意見もぜひ聞かせてください。皆さんの反応が良かったらね、また半年後同じコンテンツで参りたいと思います。 K-POP が好きな方のためのグループラインも作りましたんでね、興味のある方は概要欄から参加してください。